まずは今日の試合お疲れ様でした。今日の勝ち勝因みたいなところはどこにあったかなって考えられますか。ちょっと前半回を重くて、2クォーターと1クォーターの途中に点数が離された部分もあったんですけど、そこはちょっとチーム一丸となって、ディフェンスから1本ずつここを意識して粘り強く戦えたことが勝利につながったと思います。昨日もそうだったんですけど、結構小川選手がプレー面で引っ張られてるっていうところもあったと思うんですけど、そのあたり、手応えだったり意識されてたことってありますか。プレー面でも声掛け面でも、4年生マックスじゃなくて自分がポイントガードとしてチームを引っ張らないといけないと思ったんで、キャプテンは三谷さんでちゃんと引っ張ってくれてる分、周りのサポートとして自分のリーダーシップを発揮しようっていう、それが結果につながってよかったと思います。今シーズン、ちょっとリーグ戦では怪我人も多くてなかなかつながらないだけで、この結果っていうところで、その辺どうやって振り返られますか。トーナメントもリーグ戦も、優勝狙ったんですけど、思うようにいかなくて、それでもチームは、下向かないで、1つずつ1個ずつ、一丸となって戦うことが、それをするためにチーム練習からずっとチームとして戦うことを意識してきたんで、それがインカレに、日体戦も、山梨学院戦もチームの一丸となって戦っていけたことが良かったと思います。ありがとうございます。最後に、4年生のメッセージと、来シーズンに向けてというところで何かメッセージあればお願いします。4年生は怪我人が多くて、フルで揃う時はなかったと思うんですけど、個人個人がリーダーシップを発揮していただいて、それに4年生のリーダーシップがあったんで、今日のように、チーム一丸となってインカレでまとまれたと思うんで、それは本当に4年生に感謝しますし、この4年生が作ってくれたチームを、自分たち3年生が受け継いでいかないといけないと思うんで、来年こそは優勝して4年生に恩返ししたいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。